株式会社リクレ狩生志保と申します。起業家になってからの気持ち解説は、きっと起業家になってから辛い思いとか、どうにもならない日とか、どうにも進めない日とか、恥ずかしいほど失敗した日とか、きっとあったはずなんですけど、今現在の思いからしても、まあ、周りなんですけど、真ん中がそういう黒い思いだったり、でもなんか今考えても、もうカラフルな幸せな思いしか浮かんでこなくて、やっぱり企業も経営も事業も楽しいと感じた思いをそのまま書きました。なんか真ん中は結局いろんな思いとか色を混ぜたら絶対黒になるので、そこって多分人間のそういうこう自分の中で納得いかない気持ちとか暗い気持ちとかで混ぜたらなるけど、一つ一つをこう分解して色にした時にはカラフルになるなと思っていろんな色を使いました。はい、絵を描いたのは初めてなんですけど、なんか何にも考えない時間が普段なかったので、もうただ色だけを混ぜるとか、色をどういう風に使っていこうかって思った時に、何にも考えなく没頭できる時間っていうことができたと思いました。